キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあゴールデンウィークも終わりまして、はい、プロ野球ももうね、何試合？だいたい28試合、だから30試合前後、はい、消化ね、うん、して、だから 22% ぐらい終わったね。うん、そうです、ね。シーズン。はい。その中で全チーム総チェック。はい。1ヶ月で、はい、なんて言っても強さ際立つ DeNA、はい、貯金10です。すごいな。やばいよね、貯金10。はい、もう勢いが止まんない、うん、チーム打率2割6分4厘ダントツ1位だからね、うん、しかも打点も113、ホームラン27は2位、うん、OPS740 ダントツ1位だからね、うん、出塁率も4割あ3割3分3厘、はい、セ・リーグ1位だし、うん、長打率も4割7厘、うん、チーム1位、うん、セ・リーグ得点圏打率2割9分4厘、うん、セ・リーグ1位、うん、え何がマイナスなのっていう代打成功率2割8分6厘でそれもいいですね、1位、うん、三振145、三振全くせえ、うん、エラーの16個は若干多いんだけどね、うん、悪いとこないですね。まあ唯一悪いっていうか、うん、まあ少ないなと思うのは盗塁が7っていうね。ああ、まあでもそんな、でも強打がね、はい、生き生きしちゃって、うん、ホームラン持ってはい、はあ、生き生きしちゃって強打が、うん、どうしたらやろな、まあ、環境変わるって、まあ心機一転やりやすいってのもあるんじゃないですか、やっぱり。まあそれはあるね、うん、ありますよね、うん、心機一転しちゃったね、はい、いいことですよねもういい、いいこと、いいこと、本当に2割3分4厘打率はそんな高くないけど、なんかちょっとインパクトあるよな、頑張ってるっていう。高くないのか、2割3分4厘だからそんな高くないよ。そっか、でもインパクトあるんだよ、なんか頑張ってるっていう。いやそうなんですよね、まあ、DeNA が1位っていうのもあるけどな、うん、ちょっといい風に見えるっていうのもあるし、戸柱が頑張ってるんだよ。あ、そう、2割並ぶ、うん、逆に FA 行ってみない、まあ、この前東山と組んでね、うん、あの勝ち投手になって嬉しかったと思うけど、はい、若干影薄いな、うん、ソフトバンク行って、うん、でも飛ばしはね2割7分だからね、うん、でチャンス掴みましたよね、うん、いい感じで、まあでもあの伊藤ね、そして山本と3人でなんかピッチャーによっても回してるからね、うんうん、だから山本も3割1分8人だから、うん、そんなに打つっけみたいな、うん、ねところもあるけども、私宮崎選手はえぐいよ、すごいじゃないですか、4割2分9厘だよ、うん、4割超えてんですよここまで、うん、しかも休むのになきっちり、うん、こういうところがいいよな、で代打で出てきたりするじゃないですか。あ、そう、打つじゃんな、そうちゃんとやっぱり首位、やっぱね首位の余裕だね、うん、これで1位にいると休ませやすいっていう、うん、ああなるほど、そうですね、やっぱ下から追い上げていくのはなんか休憩しづらいじゃんね、うん、でサヨナラとか打ってすごいですよね、うん、でたまに活躍太田大使ね、はい、あ、そうしますよねしかもいいところでね、いいところで、そうなの、そうなの、成績自体は1割7分9厘で低いんだけど、うん、なんかほんといいところで、あと桑原元気、はい、3割4分7厘、佐野が若干まだちょっとな、うん、元気だよ、ね、もうすでに2割7分ありますからね、うん、で関根選手、うん、関根いいよな、3割3分7厘だよ、うん、どうしたんっていう、たまに大活躍、楠本ね、はい、代打と代打英傑、うん、スタメンで出たらポロあんまやけど、まあいいところで打つけどね、あんまだけど、はい、代打出たいやつだ、そういう存在大事ですもんね、うん、大事大事、だから多分代打1位なんだよね、成功率がね、そうですね、うん、で頑張って東、はいね、今防御率めちゃくちゃいいじゃないですか、いいで石田ね、うん、安定してる投球内容、はい、大貫とか今永出遅れてんのにね、うん、で今永もきっちり、ね、復活してきたら、本当帰ってきたらきっちりですよね、うん、でちょっと浜口パッとしないけどね、うん、東がカバーみたいな、そうですね、で上茶谷がなんかリリーフになってから、まあ、若干いい感じだね、うんうん、先発の時に比べるとね、うん、でガゼルマン、はい、まだいいんだよね、ね、うん、ガチャマンみたいな、こうなんとかセンターガゼルマンみたいなそれイメージですか俺のね、だって知らないでしょガッチャマン、ガッチャ知ってんの、ガッチャマンは知ってますよ、知ってんの、知ってます、何人組、2人、いや大体5人だから違うの想像してるかもしれない2人組の戦隊2人組の戦隊ものないからガッチャマンってそうでしたっけ、最低3人だよ、何います、サンバルカン、そっかガッチャマン、あとで検索してきます、なんとか戦隊って言って2人絵になれへんわもう仮面ライダーってことで、エスコバーがねちょっとあれだけど、はい、タイラもねいいしね、バウアーがいて、これちょっと、はい、やばいな、衣はでも衣いっちゃう、98年以来の、でももう今年じゃないですか、行くとしたらもう、そうやな、今年行かんかったら終わりやな、うん、いやだってリリーフも安定してるし打つし先発もいいし、まあうん、まあ今のところ不安要素ないよな、ないです、しかも休ませながら、はい、でここからオースティンとかも帰ってくるかも分かんないでしょ、はい、そうですよね、え
ね、バウアー加わったのもね、一、うん、つ要素ですし、で続いて2位阪神、はい、でも阪神想定内だね、うんうん、こうね、でもなんて言っても大竹やろ、うん、4連勝やぞ、どうしたんっていう、え、だ現役ドラフトでしたよね、そう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 ですよね、逆に青柳どうしたんっていう、うーん、全然、まあホームこの前は安定してきたけど、はい、で里輝がね、うん、急に打ち出して、ね、里輝なんで打ち出したか知ってる、なんで打ち出したか、うん、え、知らんの、はい、あんのあんだよな、え、きっかけがあるんですか、あるきっかけから打ち出したんだよ、それが事実かどうか分かんないよ、うん、でもあるきっかけから打ち出した、え、もしや、うん、もしや、うん、あのなぜ打てないのかっていう動画をこのチャンネル出しました、うん、その直後とか、そうだ今これ本当適当に言ったんです、本当ですか、本当に、あの動画が出るのを境にめっちゃ打ち出した、はい、うん、だから、うん、俺球種絞り出したかみたいな、はい、思ったけど、うん、まあ、事実かどうか分かんないよ、はい、佐々木チャンネル、え、何ですかっていうかも分かんないし、見てるか見てないか分かんない分かんないけど、あの動画を境にめっちゃ打ち出したの、へえ、そうなんだ、うん、もしかしたら見てる可能性もなくはないですよ、もうそうする、見てないやろ、見てたら逆やろ、見てない、見てて、見ててよ、逆に想像して見てて、はい、あ、そっか、そういう考え方なの、ちょっと球種絞るかな、カンカンカン打ち出した、やばいやろ逆にそれなんかちょっとしたきっかけなんじゃないんですか、ちょっとこう、いや、それがちょうどこう波がこうちょうど調子が上がる波に来てたのかな、あ、まあそうですよね、うん、まあでもタイミング的にはそこだったってこと、そう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 、でもそれがもしじゃ仮に見てたとどうしてですよ、はい、あ、そうなんだ、球種絞って打てんだよ、球種絞ってカンカンカン打っても逆に怖いぞそうですね、確かにでもな、いい感じだし、うん、坂本、そうですね、今さ、はい、小林大城論争がさ、はい、今ちょっと落ち着いてんだよ、はいはい、世間的には、はい、あのもう大城がコーンって言っちゃって、うん、小林コーンってなっちゃって、うん、もうその論争にもないぐらいの立ち位置になっちゃって、はい、あのそこの論争がもうちょっと沈下してる、うん、今あの梅の坂本論争っていうのがあって、うん、あのまた俺小林大城論争だけ俺は、うん、あの矢面に立たされるのかもと思ったら、はい、梅の坂本論争にも、うん、なぜか俺が矢面に立ってるんだけど言ったんですか、いや俺は、うん、いや俺はもう一緒のことしか言わないわけ、はい、あのキャッチャーは打つか勝つかって、うん、評価は、うん、で里崎が言ってるじゃないか、キャッチャーは打つか勝つかやっつって、うん、なんで坂本使わへんのや、うん、意味分からへんぞ、打てもしないし負けるキャッチャーより打つか勝つかなんだからそれが全体評価やろ、うん、って俺がもう中心人だけどその論争のその発言を引用されてそっそっちもですかみたいなそっちも俺出てきますみたいな、でも確かに坂本選手こんだけ打ってたら使いたくなるっていうのは分かりますよ、うん、しかも負けへんからな、うん、結構勝率もめっちゃ高いんだよ、はい、でまた梅野が打たへんし勝率もめっちゃ悪いんだよな、うん、ちょっと今ねそうですねまあそうしたらね坂本選手になるっていうのはね、うん、あとね、世の中の人がもうちょっと考えた方がいいかなって思うのが、はい、すぐ正捕手はとか言い出すのよ、あ、正捕手は坂本でしょとか、はい、大城でしょとか小林でしょ梅野でしょとか、うん、で今度はこっちの人が、ね、正捕手はまだ梅野のままでいいとかっていう人が、うん、解説者の人とかもいるわけよ、はい、うん、正捕手かどうかは、うん、終わってからだから、うん、1年間経って、はい、その年どういう成績のもとで来シーズン正捕手としてなのかが問われるだけで、うん、戦いながらまだ正捕手とか正捕手じゃないとか、うん、そういうのはもうどっちでもいいんだよ、うん、大げさに言うと、なんか半分半分ぐらいで併用してるチームとかはなかなか正捕手って決められないですけどね、うんうん、でももう3割5分5厘だからね、そうなんですよね、0割9分5厘だから、ね、うん、だから終わってみてもしかしたら坂本選手が今年は正捕手だったねって、うんうん、そうそうそう、あと木浪ね、木浪、うん、去年まで補欠なのに、すごいですね、監督、いやね、監督が変わったら使われる選手は変わるっていう木浪、うん、大活躍、はい、しかもこの前もな、うん、さよならか、うん、売ってたしな、3割7分1厘、うん、あんたと来たかったな、ねえ、首位打者のやつ、いや、分かんないよ、はあ、あのゲームのやつ2回して、うん、私たちもう的外れのところいっぱい言ってたりして、しかも阪神なんてカブリーズだったんでしょ、いっぱい、そうそうそう、キラミいるじゃん、うん、いましたね、うん、あれ、森下さんちょっと森下君は開幕前やからな、難しいんだよ森下さんしかも私選んだ選手結構怪我してるんですよそうなの、はい、ホームランの方とかもデスアイアイ、いやいやいや、終わってみないと分かんないデスアイアイ、すぐ戻ってくるかもしれないしな分かんないからな
あと小畑のお兄さんも頑張ってるしな。うん、いや俺糸原がな、はい、ちょっと沈んでて、うん、あれだね、ね、佐藤輝も上がってきたし、たまにの渡辺亮ね、卓球破壊王子、うん、で中野も安定できたしね、うん、で外野は近本、ちょっとノイジー落ち着いてきたな、うん、若干ね、勢いはライトがちょっとおらんよな。でも阪神はさ、チーム防御率 2.60、 セリーグダントツ1位だからね、うん、で救援 1.69 だからね、はい、リリーフの、うん、しかも今湯浅とかいないのよ、はい、それの安定感すごいよな。湯浅投手いなくなった時、あどうしようと思いましたけど、全然心配ないですね、うん、被打率2割1分8厘だから全く打たれてないのよ、うん、はい、でクオリティスタート率が 60.71% でセリーグ2位、うん、で援護率が 3.95 とセリーグダントツ1位、うん、だから投打のバランスはめちゃくちゃいいのよ、うん、で今年は阪神エラー11個と一番少ないからね。あそうなんだ、うん、だからそういったところも中野がセカンド、うん、あとはショートに木浪とか小畑を使ったところが、うん、はい、いい方に向いてるのと、うん、あとは岡田監督が丸ポジションノーと、はい、そう一つのポジションだけで、うん、っていうところもね、うん、このエラーの少なさには結果として結びついてきてると思う、うん、はい、あと犠打成功率、うん、9割1分7厘、うん、だそういったところも細かいところもしっかりしてるっていうね、うん、盗塁が15個でセリーグ2位だから、はい、もう全てに安定的だね。そうですね、うん、だから若干青柳西勇気がもうちょっとグッと来てくれば怖いね、うん、そこら辺はね。あとなんか私井上くん出てきたのとかちょっと嬉しいですよ。あ、うん、きっちりね、はい、固めれればね、うん、まあ、ライト空いてるからね、うん、いろんな選手が出てで広島、はい、今3位、はい、借金2だけど、うん、チーム打率が2割4分1厘、うん、セリーグ4位、打点85、うん、セリーグ5位、うん、点取れてないもんね。でもこう勢いのある選手っていうのはいるんですけどね。想定内だけどね、うん、広島は5割だから、はい、5割のチームで交流戦どこまで貯金作れるかで上に行けるかどうかが決まるから。あ、なるほど。いやまあ想定内なわけよ今は。そうちょうどいいところだったんですね。で、うん、まあ、広島がこの1ヶ月で、はい、この現状の一番の問題点はここです、うんはい、リリーフ防御率 2.61、うん、そんな悪くないけども、うん、栗林があんなに負けちゃダメですよ、うん、リリーフでね、今はまあ登録抹消して、うん、で松本になったら松本も打たれちゃってね。はい、だからもう9回だけなのよ、うん、もうカープは後ろがいないってすごいやっぱ苦しくなりますよね、うん、だから栗林が4敗してんのよ、はい、でこの前松本で1敗でしょ、うん、で要は5敗もしてんのよこの直近で、うん、これ全部勝ってたら、はい、5勝だからね。そうですね、5勝裏返したらで5敗減るわけでしょ、うん、そしたら18勝10敗なの、はい、貯金8。そしたらもう DeNA と 0.5 ゲーム差とかだから。そうですね、1ゲーム差とか、うん、しかも栗林は今までで3回しか負けてないのよ、うん、それもう超えちゃったからね。はい、もう序盤で、うん、だからもう逆に言うとよ、うん、カープはめっちゃいい戦い方できてるよ、はい、ただ締めが悪いだけなの、うん、だからチーム全体が、まあ、もちろん誰が打ってるとか誰が打たないとかピッチャー誰が抑えてる誰が打たれてるっていうところのあるかもわかんないけども、総合点で言えば90点いきそうなところで60点になってるわけ。うん、いい戦いができてるっていうところにポジティブがあるんだけども、はい、そこを勝ちきれないところが痛い。だからもう明白だね、やらなきゃいけないことは、はい、9回締めるこれだけ、はい、これだってこれできたらば18勝10敗だよ、うん、やばくない？すごいですね。全然違いますね今の状況ね。そうそうそう、だからそこをしっかり再構築、うん、っていうかその再整備、はい、できるかどうかが優勝も狙える可能性あるし、うん、B クラスになる可能性もあるしっていうチーム力はちゃんとあるっていうところはね、うん、見えるかなっていうね、はい、秋山選手とかめっちゃすごいですよ今。そうだっていい、秋山だって俺優勝予想していいって言ったら大丈夫ですっていう、秋山俺言ったんだから、だから俺は広島って言ってんだ。でも打率のやつに誰も秋山選手入れてなかったですね、あのゲームに。あれかな、ちょっとまだ秋山がシンシナティレッズにいると思っちゃったかな。いや去年からいましたけどこっちに、ね、いやなんで選べなかったんだろうな。秋山いるの知らなかったんじゃん。知ってたよ。俺はもう早めの西川だ。そうでしたよね、そうでしたよね、うん、西川か秋山かどっちかでしょ。いやでも私坂倉選手じゃないんです、うんうん、あれデスアイですか。いや分からない、終わってみないと分からない。ね、調子で3割8分2厘ですよ、うん、はい、ヤクルト4位、ヤクルト、はい、やばいな、ヤクルト、うん、チーム打率2割2分5厘、はい、セリーグ最下位、うん、
ホームラン27はセリーグ2、うん、OPS 647セリーグ5位、得点圏打率1割9分7厘セリーグ最下位、うん、盗塁24はセリーグ1で、なんとかして頑張ろうとはしてるけど、うん、で打率は2割4分1厘で2位、うん、まあ、川端いるからね、うん、防御率 3.74 セリーグ5位、うん、先発防御率 3.93 セリーグ5位、うん、リリーフ防御率 3.48 セリーグ5位、やばい、うん、基本塁打36本、ダントツ1位まあこの DNA に打たれすぎたな、はい、この週末でめっちゃ増えた、はい、1試合でだって11本ホームラン出たんですよ、うん、でも今までの新記録12だからね。そうなんですか。被打率2割5分7厘セリーグ5位、だめっちゃ打たれてる、うん、クオリティスタート率 33.33% ダント一番悪い、うん、で援護点 3.33 は3位、うん、やばいな。もうそうですね、4位にはいますけど、こうなんかね、うん、まあ村上が絶不調だからね、うん、でまあ塩見がやっと帰ってきて、はい、っていうところで、うん、まあどこまでカチッとまとまるかじゃないかなっていう、ね、山田選手も早々にね、うん、よかったのにっていうのがあります。で小川もね8失点で打たれちゃって、うん、だから今先発で一番安定してるって言ったらサイスニードかピーターズとか、うん、外国人2人やな一番、うん、安定してるって言ったら、うん、日本人だと吉村になっちゃうじゃんみたいな。なかなかちょっと先発が苦しいな。そうですね、小川も1勝4敗だしね。うん、で高橋奎二は、高橋奎二この前もそんな俺悪くなかったと思うけどね、打たれる時あるやろっていう。でちょっとリリーフも打ち込まれてるしね、うん、ちょっと苦しいな、ヤクルト。そうですね、打つをもね、まあ、山田が帰ってきたっていうのはかなり好材料だけど、うん、まあ、長岡もねサヨナラホームラン打ったけどまだ1割台だしね、はい、でもピーターズも防御率2点台でいいですけどまだ勝ちついてないんですよね。いやちょっとヤクルト厳しいな、うん、上がり目あるんか逆に、まあ、村上が打ちまくるしかないよね、うん、この1ヶ月だけで見るとバランス悪いよな、投打にわたっての。そうですね、確実にいい要素があんまりないですもんね、うん、だからなんかいいところも見せるんだけど、うん、悪いところもとてつもなく悪いし、うん、なんかバランス悪いな、上の上位3チームに比べたら。でもまあ分かんない、村上が打ち出す可能性あるからね、いきなりグッて、だから爆発力あるよね。だって山田、村上、オスナ、サンタナいるから、うん、ここら辺がいきなりバババババって打ち出したらあれだけど、まあ、あと1番もな、塩見が帰ってきて、まあ、どうなるかだね、うん、でも帰ってきてすぐいい活躍してましたからね。そうそう、でもそれで勝ちきればいいけどな、うん、勝ちきれてないっていうところもきついけども、まあ、ちょっと3連覇黄色信号やな、はい、ちょ先発がバタバタしすぎやな、やばいな、ちょっと先発がちょっと上の2チームがかなり勢いありますからね、うん、サイスニードとな、ピーターズ頼みって、うん、いやちょっと危ないな、はい、正直。で続いて、はい、巨人、はい、1番やばい ポジティブ要素を探すからみたいな、うん、中田いなくなったのやばいよな。そうなんですよ、ね、中田がまあでも坂本が打ち出してきたからね、はい、やっとね、うん、っていうところあるけども。いや中田選手の離脱は中田はやばいよな。あと秋色とかもな、はい、いい感じ見せてるからなんか未来的には秋色いいかなって思うけど、うん、広岡も2軍でなバカ打ちして1軍上がってきたけども、うん、だってチーム防御率 4.30 だよ、うん、ダントツ悪いからね。そうですね、先発も 4.16 リリーフも 4.51、うん、やばい、やばすぎる。フォアボール87個だからね、ダントツ1位だからね、フォアボール出すの。少ないチームどのぐらいなんですか。一番フォアボールが少ないのは52の阪神。ああ、まだ30本、ね、30以上違うんだよ。そう、ヒット30本違うようなもんですもんね、うん、で阪神はもう4完投してるわけ。うん、巨人なんてヤクルト、巨人、中日完投ゼロだからね、うん、しかも被打率2割6分4厘ダントツ1位、どんだけヒット打たれてんだっていう、うん、だってチーム打率の1位が DeNA で2割6分4厘だったという、うん、だからそれぐらい打たれてるってことだよ、被打率、はい、でクオリティスタート率 41% でこれも低いでしょ。ヤクルトなんでクオリティスタート率 33% だからね、うん、どんだけ先発早く崩れてんだっていう。援護率 3.16 4位、はい、でチーム打率2割4分1厘は5位、うん、ホームランはね32本とさすがに多いね、うん、大城選手が結構出ます、うん、OPS679 も
2位、セリーグ、フォアボール75個、少ないね、取ってるのが、代打成功率2割9分、三振多いな、242個、ダントツ1位、得点圏打率2割4分3厘、でもその打撃の成績、悪くないじゃんと思うじゃん、はい、その成績のほとんどを押し上げてた中田翔さんがいなくなりました。そうですね。打点とかもね、そのほとんどになってた中田翔さんいなくなりました、はい、時間かかるんですかね。まあまた調べましょうね、こうやってね、また焦ったらすぐ再発するからね。うん、でピッチャーボロボロでしょ、どうすんだっていう。もう今ゲーム差なしの5位だからね。はい、まあでも俺の中では予想当たってるからあれだけど、5位だから。あ、そうですね、うん、まあまあこんな感じでしょみたいな。だから体勢につなげないもんな、リリーフもやばいしな。大勢投手はね、防御率2で、つなげれないもん ね、 ですけどね。防御率いいの探す方が難しいもんな。グリフィン投手がまだ2点台ですけどね。そうそう、グリフィンと戸郷だけがまあまあ安定して見えるような、ポジティブ要素は坂本があの状態上がってきたっていう、はい、かなりポジティブ要素だよね、うん、これはね、はい、でまあ、岡本はもう安定的にね、うんうん、頑張ってるってところもあるしね、はい、で秋色もいい感じでね、うんうん、でもやっぱ丸がもっと復調してくれないときついよな。そうですね。でもこの間人生初めてのサヨナラ、そうそうそう、ホームランね、もうサヨナラホームランか、うんうん、お声もちょっとずつ落ちてきてるしな。最初めっちゃ勢いありましたけどね。これなんだよ、だから、ね、プロ野球にいるような選手は全員いい選手なんだよ、はい、悪い選手なんていないわけ、うん、全員いい選手なんだけど、うん、じゃあそこで何が決まるかっていうと、ずっと結果出せるかずっと出せないかだけなんだよ、うん、だ結局ダメなやつっていうのは花火一発きれいんだけど、はい、続かない、うん、もう線香花火みたいなもんだね。続けていける、ちょっと下がってきてもこう維持する力っていうのが必要なわけですね。そう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 、そこが維持できないから、うん、結局終わってみたらあれみたいな感じなんだよね、はい、でブリンソン、はい、やらかしまくるからね、ブリンソン、うん、いやだからもっと、うん、そのさっきも話してたんだけど、アウトカウントとかのミスはもっとコーチャーが言わなきゃ、はい、今ワンアウト、ツーアウトとかね、うん、あのこういった時はこうしろよっていうのをもっと指示出さないからミスるわけで、はい、うん、もう間違うようなやつって一緒だから、はい、サイン間違うやつとアウトカウント間違うやつとか、うん、もう間違うようなやつはもうずっと一緒、そいつだけ、うん、だからもうそいつの時は常に声掛けして、うん、こうだよこうだよこうだよっていうのをするのがコーチャーの指示じゃんね、はい、だからコーチャーにも問題あるよね。あれですよね、フィールドでも選手同士はこうやってやってますよね、ツーアウトって守備はね。だからでも走塁になったらセカンドとかにいるともっとこうノーアウトだからねとか、ワンアウトねとか、そこにも、うん、うん、とか、はい、言わなきゃいけないよね、はい、もっと。そっか、攻撃側の時に、そう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 、で、こうなったらこうだよとか、うん、俺とか一塁出てても、コーチャーと一緒にちょっと外野は深めっすね、まあ、狙えたらこっち側だったらサード狙えたら狙いますねとか、うん、若干こうなんで無理しないでいきますねとか、うん、あのファースト近いんでライナーだけケアでちょっとスタート遅くなるかも分かんないですけどライナーダブルプレー取れないようにだけしますねとか、うんうん、っていうのとか話し合うことも大事だから、はい、そういったところももっと話し合わなきゃいけないよね、うん、だから選手だけのせいにしてたらあれだからね、うん、もうちょっとコーチャーもそういったところの指示をやってるのかもしれないけど、はい、やっててもミスが起きるんだったらやり方を変えていかなきゃいけないから、うん、そういったところをやっていかなきゃいけないなっていうところもあるけども、はい、中田翔がいなくなったのがちょっと痛いね。大きいですね。でもちょっと先が暗いね、はい、これもね、はい、今思い出したわ、言っとかなきゃいけないのが、うん、はい、一番最初の10試合ぐらい終わった中で、うん、巨人の時に未来暗いって言っただけなのに、はいはい、もう最下位確実みたいな、うん、SNS で俺の発言になってて、はい、最下位確実だって言ってねえよっていうしかも俺5位って言ってんだからね、はい、予想はそうですね、俺はもう未来が見えないって言っただけで、うん、それがどう解釈したらそうなるのか分かんないんだけど、うん、はい、もう巨人最下位確実みたいな俺の意見だった。なかなか上がり目が見えないよってことなんですよね。そう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 、うん、おかしいよな、うん、もうそんな翻訳家だったら映画のテロップそんな解釈してたら、はい、もうそいつクビだけどね。まあでも解釈の仕方ってみんなやっぱりね、感覚とかフィーリング違うんで、そう取っちゃう人もいるんだわけです。いる？いや、未来見えないと、はい、上がり目ないって言っただけで、うん、再開確実になる？違いますけどね。再開確定みたいな、なるそれで、ね、ファンもちょっとネガティブになっちゃってるわけですよ。だから未来見えない、ああそっか再開ってことかって思っちゃうんじゃないですか。未来は未来の話じゃん、はい、なんで現実がそれなの、未来のこと言ってんのに、はい、今は明るいかも分かんないじゃんね、うん、そうですね、うん。
もう本当、ちゃんとやってくださいよ。誤訳してますよ。それこそ。そうですね。最下位。じゃあ中日。中日。まあ想定通りだけどね。まあそうです。でも今まあゼロゲーム差ですからね。そう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 。巨人とね。3連勝したからね。はい。チーム防御率 2.62 だから、これセリーグ 2位だからね、はい、で先発防御率 2.19 もセリーグ2位、で救援防御率 2.05 もセリーグ2位、クオリティスタート率 65.52% セリーグ1位だからね、はい、で被打率2割1分0厘もセリーグ1位、一番打たれてない、はい、でもよ、こっから援護率、2.53、唯一の2点台、はい、最下位です、はい、無援護チームですでもこれはもう想定内だからね、はい、枠井もいいしね、そういいね、いや入ってよかったですよね、無援護ね、無援護くんだけどね、はい、そうなんです、すごい先発頑張ってるしな、高橋宏斗も頑張ってるし、みんなな、でリリーフもちょっとロドちゃんいなくなっちゃったけど、まあそんなな、頑張ってるよな、そこまでみんなでね、いい形で、で服とかも変えてきたし、まだ福祖父江のね、黄金、福祖父江マルティーツみたいなね、黄金リレーね、チーム打率2割4分7厘セリーグ3位、はい、でも3位なんですよね、これもそんなもんなのよ、もともと点取るのが下手くそなだけ、あと1本が出ないっていうところ、全く出ない、打点75、最下位です。あとホームラン打たないですもんね、ホームラン6本だからねだってさ、俺はもう言いたい、はい、バンテリンドーム広いかもしれないけど、はい、半分ビジターだからね、そうですね、もうちょっと出るやろって、もうちょっと出るやろって、そうですね、6本で打ってほしいですけどね、でも本当調子のいい選手っていうのはいるじゃないですか、なんですけどこうあと1本っていうところが難しいんですよね、そうそう、 OPS 6.16 最下位だから、うん、得点圏打率2割3分7厘4位、はい、犠打成功率6割4分低っ、どんだけバント失敗してんねん、もうちょっとだからこういうところも多分点が取れないところなんで、はい、そうです、バンドとかもやるときにちゃんと成功しとかないから、結局ダメなわけでしょ、で代打成功率1割6分4厘、パリーグ5位だから代打陣、加藤翔平頑張れ、代打陣ほんと薄い、でエラー17一番多い、エラー多い、エラーで結構負けてますからね、だからこういったところだよね、でフォアボール65個も取れてないしね、フォアボールは、得点80ダントツ最下位、打線やな完全、まあ、これはもう最初から分かりきったことだからね、3割超えてる選手いるんですよね、福永選手、細川選手、そして大島選手とかね、だからやっぱクリーンナップなのよ、はい、結局は、去年からもそうなのよ、岡林、大島が出るけどもクリーンナップで全く返せない、ビシエドが打つときは勝てるけど打てないとき負けるみたいな感じだったから、はい、今回もやっぱいいときはクリーンナップがやっぱり連動するといいんだよね、はい、だからそこが結局はクリーンナップなのよ、クリーンナップが打つかどうかだけで全てが来てんだけども、そのクリーンナップがどうかっていうと、今クリーンナップが石川、ビシエド、福永っていうね、はい、福永も打つから5番になってきてるけどね、入ってきましたねクリーンナップに、そう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 、だからそこだね、そこがどう頑張るかだね、クリーンナップ、でもちょっと打てなさすぎるからね、これはもう和田さんのせいやな、そうですか、だバッティング講師か、バッティング講師のやっぱせいになっちゃうんですか、じゃあ立浪さんのせいかな、いや分かんないです、選手が打てないのは誰のせいか分かんない、全然分かんない、はい、ビシッと言ったとこ行っちゃう、誰のせいなんですか、そう、和田さんは打てないのは自分のせいですよ、選手が悪い、でも自分自身と戦いじゃないですか、じゃあもう監督コーチは誰でも一緒やな、そうなっちゃうか采配とか、采配とかあるから、だからもう策もしまくって点取りに行かないといけないね、はい、だからランナー出てるからやっぱ本当クリーンアップ試合だから、打てばっていうところがね、もうでもこれずっと5年ぐらい言われてるからな、ドラゴンズは、そうですね、だからそこら辺をね、どう、まあこっからでもまあ再開出すするかも分かんないからな、いや、もう並んでますから、そう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 、だからやっぱ一番ね未来が暗いのは、はい、巨人やなでも最下位確定とは言ってないですもんね、全然言ってない俺未来が見えへんな、ちょっと暗いなって言ってるだけで、誰が好調になって誰がいけますか分かんないですから、そう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 、でもその想像もできないですしね、未来が見えないって言ってるだけですからね、若干怪しいのがヤクルトやな、確かに、ちょっと村上選手 どうなったら上がって、まあ、村上が打ち出すしかないよな、どう、ちょ先発もちょっとあれやし、なんか爆発的に6連勝とかするような絵が見えへんもんな、
で、まあ、塩見選手が出て村上選手が返すとか、うんうん、そういう連動ができてきたらいいですよね、うん、で若干不透明なのが広島やな、うん、もう明白なのよ課題は。だからそこだけクリアできれば本当上位いける、チーム力としての能力あるから、そこがどう補えるかで、はい、まあ、現状阪神と DeNA はちょっと一本抜け出してるね、うん、感じ的に、はい、で中日はもうね打つかどうかだけだから、うん、もう辰巳さんと和田さんの手腕にかかってるんだ、はい、そうですねもう頑張ってほしい本当に、うん、でもやっぱりちょっと巨人はやばいな、はい、ヤクルトが微妙に怪しい、うん、っていうところがあるけど、はい、俺やっぱ広島はなあるよ本当、うん、あの7、8、9の締め方だけちゃんとできれば、はい、だって結局あの優勝した時もやっぱ7、8、9熱かったからな、うん、あの伊調がとか中崎もそうだし、うん、フランソワとか、はい、後ろやっぱすごかったからな、うん、交流戦次第っていうところも、うん、あとやっぱこう7、8、9構築できて安定的にできるかどうかで、紅林がしっかり帰ってこないとちょっと怪しいね、うん、本当締め方次第では1位、2位あるよ普通にカープ、うん、頑張ればね。まあ、ドラゴンズ打ちさえすれば3位あるな。はい、 A クラスもある。打ちさえすればね、うん、って言い続けて5年だから、はい、優勝予想してたんですから、佐藤さん。そうだよ、打つと思ってたから、うん、俺も期待裏切られてるから打たへんねん全然まあまあ言ってね、まだ4分の1とかですからね。そう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 、まだ分かんないです。だからまだこのあと1ヶ月経って、はい、ジャイアンツ俺見ら明るいなってなるかどうかやな、うん、そうですね状況変わりますからね。そう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 、はい、終わりです